こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、今ですね、時刻が、深夜の1時過ぎですね。1時過ぎなんですけど、こちら見えますかね、1時15分ですね、なんですけど、今から、寝ている水オオトカゲのセン君に、ご飯をあげていきたいと思います。はい、多分今ね、2階でセン君暮らしてるんですけど、爆睡してると思うので、今からセン君の大好物のラットを、解凍ね、ちょうど終わったの、ちょうどっていうか、まあこんな遅くなりましたけど、あの解凍終わったので、今から見せて、寝てるところに大好物のものをこう、近づけて、どういう、ね、反応して食べてくれるのかをね、撮っていけたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで今回用意したのがこちらですね、ラットです。かなり大きめのラットを、3匹用意しましたので、これをね、あげてみたいと思います。寝起きの食いつきを見ていこうかなと思います。あら、もちちゃん何してんの。もちちゃんやっほそれでは入っていきましょう。で、どこで寝ているのか、ちょっと電気をつけてみます。あー、寝てますね。あ、起きちゃうか、起きちゃうか。消しちゃう、消しちゃう、一回消しちゃう、一回消しちゃう。よしよしよし、しっかり電気消しまして、そしたらですね、多分電気つけたらもう起きちゃうので、もう電気をつけたらすぐに餌を与えられるようにしてください。クリーム行きますよ。ライトアップ、行きます。せーの、レイボー、レイのブーバー、レイのブーバー。すごいスイッチの入り方でしたね。あの顔はでぼけてるけど、いいねいいじゃない、その顔で。これね、テン君ね、若干の大きいサイズなんで、もうラットさんね、テン君今も大きいものは結構飲みづらいので、これはね、一番ね、セン君サイズなんですよ。あー、もう数ヶ月ぶりのラットですね。栄養価は抜群なのでね、本当に稀にしかあげない餌ですけど、いや、寝ぼけた顔して食べましたね。じゃあもう一匹、グリ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 、いいですね。やっぱ大好物は寝ぼけでも食べますね。汁食べてますよ。スイッチが入ってます。すごいね。もうね、普段はね、こんなね、夜中にあげたりはしないんですけど、まあちょっとね、忙しくて、今回は、夜あげてみようということでね、動画もちょっと回してみましたけど、やはり、いや、予測通りのこの食いつきですね。おいしい、おいしい。あ、おいしそうに食べてますよ、ほんとに。めちゃめちゃおいしそうに食べます。もうお腹に入ってきますよ。大きくなってますね、センくん。ワニさんからも褒められてましたからね。センくん、大きくなってねって。3、2匹、完食。もう1匹いくか。はい。よいしょ。いいね、食いつきが。やっぱ大好きなんですよね、ネズミは。
持ち帰れ。美味しいですか、せんくん。味わってたらいいですね、せんくんね。最後の一匹ですよ。もう当分ラットはないですからね、せんくん。せんくんね、まあ、見てもらったら分かる通り、このケージ内ね、紫外線とかは入れてないんですよ。基本的に水をトカゲは全体食、こういったマウスさんとか、まあ、ラットさんもそうですけど、こういう栄養のね、しっかりある餌をあげていれば、UV はいらないって言われてるんで、まあ、千個ももうかれこれどんぐらいだろうね、何年かはUV 使ってないんで、まあ、しっかりね、育ってますけどね。たまにこういう餌をあげた方がいいということで、まあ、このね、ラットばかりあげてると栄養がありすぎて肥満体型になってしまいますので、それはバランスは注意しつつね、はい。アイセンク食べましたね、美味しかったですか。美味しかったですね、美味しかったですね。かわいい顔して、寝起きの顔ですかね。セン君かわいい。正面面かわいいですよ。いや、ほんと大きくなって、手と比べてもやっぱね、大きくなったの分かりますよね、せんくんね。いや、いいね、どんどんね、成長してってね。僕もなんか最近すごい成長してきちゃってるんですけども、僕はダイエットね、頑張りたいですね。せんくんはごちそうさまでした。はい、美味しかったですね。かわいい、ほんとかわいいですよ。水音で飼うならね、特にね、男の子、まあ、わからないですけどね、ちっちゃい時じゃ、男の子やっぱおすすめですね。うん、すごく慣れるので、男の子がいいかね。ね、天くん、かわいいしね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。天くんもね、ちょっと匂いがね、気になるのか、すごいペロペロしてますけども、今回は寝起きのね、千くんに、ラットさん、大好物のラットさんを与えてみました。やはりね、気づいた瞬間のあの勢い、いや、すごかったですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。てんくんはまた今度食べようね。てんくんはね、もうちょっとちっちゃいサイズが食べやすいからね。うん。てんくんもね、また食べましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。またねー。